2024年の5月の29日、今日もほぼ1日デッドバイデイライトモバイルをやってたんですが、ゲームとして面白く成立するものとそうじゃないものって何が違うのかって考えた時に、どのくらい予測できないものがあるかっていう、そこなんじゃないかっていうふうに思いましたね。そのキャラクターとかの組み合わせによって全然違うことになったりするっていう、それが奥深さとか人気が長く続いてる原因なんじゃないかっていうふうに感じました。株の数字としては前日比でマイナス 16.8 万円で、個別銘柄の累計のトータルの成績がマイナス150万 1.8 万円くらいになりました。今日はデイトレードで7万円くらい取ったんですけど、既存ポジションが全部ほとんど含み損の方に動いたので、それがきつかったですね。今日はグロース指数もマイナス 2.5% ぐらいだったので、日本のグロース株全体が大きく落ちていて、いつの間にか空売りがほとんどなくて、ロング、その株持ってるポジションがほとんどになってたので、下がるとかなりきついですね。ニュースとしてはマイナンバーカード機能のスマートフォンへの搭載について、 Apple 社の iPhone に搭載を調整しているという報道がありました。そもそも国内でも不要論が出ている中で、外国の巨大企業にそれを依頼してしまうっていうのもすごい話ですよね。以上です。